どうもエルザレットです。今回は天美術大学のバンカラマッチルール別マップ調査となります。この動画ではマップから読み取れる情報や実際のバンカラマッチを経験して感じたことをもとにまとめています。マップの構造や動きがわからない人向けとなっていますね。少しでもバンカラマッチを楽しく攻略してもらえればと思いますので、一つの情報として見ていただきますと嬉しいです。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速いきましょう。ガチエリアはスプラ2の時とそこまで変わらないんですが、全体的に広くなっているので塗りの意識は変えていきたいところです。まずは前線ポイントからです。敵陣の広場は確保できると時間稼ぎがしやすいので、人数有利に合わせて進むのもありだと思います。ただしキャラコンがないと上まではいけないので練習は必須となります。次は守りのポイントです。基本右と正面から防衛が多くなるので、敵の抑えがしやすい場所でもあるんですが、かなり対面が重要になってきます。左は右に家庭が出てくるときがいいかと思いますが、ワンチャン狙いなのでそこまで意識はしなくてもいいかと思います。最後に塗りポイントです。エリアに侵入できる箇所が多いため、横に広く取り、侵入を遅らせる必要があります。特に左右を取っておくと、味方にも分かりやすいし、足を取ることができるので、押さえておきたいところです。ガチエリアは、スプラ2の時と大きな変化はなく、攻め方は似たような感じになっています。ただ、マップの改善で全体的に広くなっているので、塗りをしておかないと相手のスペシャルが溜めやすくなっているので、打開されやすいように感じました。なるべく早めに処理していくということが重要そうです。ガチアグラのルートは以前とは変わっていませんが、敵陣に攻めるための左側が大きく変わってます。壁は濡れなくなっており、インクレールの活用が必須となっています。まずは前線ポイントからです。敵陣の高台を抑えるだけでこちらが高所有利を取りやすくなっているので、取りたいところとなります。スプラ2と違ってインクレールからの侵入になっているので気をつけていきたいところですね。次は守りのポイントです。前作と違ってインクレールの侵入が可能となったことから、インクレールあたりまでしっかり守る必要があります。ここをおろそかにしていると終始防衛に回るので、しっかりインクレールを抑えていきたいところです。最後に塗りポイントです。自陣側のインクレールから敵陣のインクレールを囲むように塗りをしておくと、ある程度盤面有利が取れると思います。アマビは中央の制圧でかなり試合が有利になるものもありますが、塗りは大事ですね。ガチアグラは関門までの間隔が狭いので、オールデスすると一気に逆転される可能性があります。それに加え今回はインクレールで高台に侵入が可能となっているので、敵が潜んでいる可能性が高いんですよね。焦らずに塗りの確認などをして裏取りされないようにしましょう。ガチホコは関門までの距離が近いこともあり、カウント71と低めとなっています。ですが一度関門を通り抜けると一気に攻めやすくなるので、油断しないようにしていきたいところですね。まずはホコショットポイントからです。ガチホコを進める際に高台に挟まれるように進むため、ホコショットで牽制は大事となります。もちろん味方が抑えてくれれば急いで進む方がいいので、キルログはしっかり把握しておきましょう。次は守りのポイントです。自陣に下がりすぎて防衛すると強行突破されやすいマップとなってます。しっかり関門の前の高台まで守るようにするといいかと思います。関門から離れるほど突破されやすくなるので、攻撃の角度にも気をつけていきましょう。最後に塗りポイントです。インクレールを挟むように広く塗りを取るといいかと思います。さらに自陣左側はカウントリードしていると矛を持ってこもることが可能となってますので、防衛としても場所を確保していきたいところですね。ガチ矛はルートが左側しかないので守りやすいように見えますが、インクレールと合わせて攻められたりするので見る場所が意外と多くなっています。なるべくサブやスペで遠くから牽制しつつ敵を削っていきましょう。ガチアサリは中央と自陣にアサリが設置されています。自陣にアサリがいくつか出るので取り忘れがないようにしておきたいところですね。まずはシュートポイントからです。
インクレールの活用ができるため以前よりシュートがしやすくなっています。正面だけではなく上からも挟むようにシュートを狙っていきましょう。次は守りのポイントです。インクレールの影響もあり広く見る必要があります。正面の防衛がうまくいったらインクレール側もしっかり見るようにしましょう。インクレールは最悪発動しとくだけで時間稼ぎができます。最後に塗りポイントです。侵入経路を抑えたいので正面と自陣インクレールは抑えておきたいところです。また中央が取られると永遠とアサリが回収できないので敵に有利をさせないためにもアサリだけは回収していくということは重要かと思います。ガチアサリはシュート場所は変わらないのですが侵入が以前よりも容易になっているので守るところが多くなっています。正面だけにとらわれずインクレールも気をつけましょう。特にパブラやボールドがいるときは注意が必要ですね。アマ美術大学に関してはいかがでしたでしょうか。マップが以前より大きめになっているので塗りポイントが稼ぎやすくなっているように感じます。さらにマップもインクレールの設置で戦略が変わっているので事前に見ておくのは重要かと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。